ラシタキワカの祠は、地上マップの東側です。ウルリ山眺望台やゾラ大地眺望台から近いです。拡大すると、この辺り。アッカレ高原のゲボラ峠の上側にあります。場所の確認です。中に入ります。ラシタキワカの祠に入りました。裸で道具なしで始まる祠です。祠内の八体のゴーレムを殲滅します。一心の戦い操縦とあるように車の操縦ができます。入り口の近くに立てかけてある武器と弓矢を取りましょう。手前のゴーレムは気づくと警報を鳴らします。先に弓矢で倒しても良いでしょう。今回は倒さずに先に進みます。気づかれないようにしゃがんで左側に進んでいきましょう。進んだ先に車が置いてあります。この車に乗って攻略します。車を叩くと動き出します。普通に倒しながら攻略もできます。しかし乗り物でゴーレムをビーても倒せます。こんな感じでビーていけば一撃でゴーレムを倒せます。残念ながらまっすぐにはバックはできません。動かなくなったら一度車を止めて移動させましょう。なお車に光線やトゲなどをつけるとより強力になります。この祠は車で戦う際の良い練習になります。いろいろと試してみてください。車を操縦すると光線なども同時に発射します。ただし、トゲをつけると一撃で倒せなくなりました。まっすぐなバックはできないため、前方にぶつかると動きが止まることが多いです。敵以外の障害物にぶつからなければ、少し曲がりながらバックも可能です。木
気分はドラゴンボールの17号状態。なお、万が一敵が大量に来た場合、入り口の方に戻るとタゲが切れます。また入り口から出てしまえば敵は復活しますが、ライフは回復できます。とりあえずピンチの時には入り口の方向に逃げれば安全です。この乗り物は微妙ですが、うまく作成すれば非常に有効です。ティアキンの強敵も乗り物で倒すことも可能です。そんなこんなで残る敵は一体になりました。適当に倒しているとどこにいるのかわからなくなります。最後のゴーレムを倒すとゴールへの扉が開いてクリアできます。ゴール前には宝箱があります。宝箱の中身は魔法の杖です。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。